日本関東地方神奈川県横浜市旭区市も河合町下河合町は横浜市旭区の町名。定番を持たない単独町名である住居表示未実施。古くは鈴木郡下河合村で1889年4月1日に周辺五家村と合併し、と岡村大和下河合となった。1939年4月1日に横浜市に編入。 ほどがや区下河合町となる。1969年10月1日に行政区再編により旭区に編入され、現在に至る。旭区のやや北部に位置する。町の南部を県道、丸子中山茅ヶ崎線、北西部をほどがやバイパスが通る。下河合インターチェンジが知られているが、同インターは町域から西方に外れた優町と金形に位置する。 町内には、神奈川県立旭高等学校があるほか、ほどが谷カントリークラブと、追い分け市民の森の一部も町域にかかる。鉄道は通っておらず、三つ坂駅への路線バスが利用できる。町内には、相鉄バス旭営業所があり、町域から外れる旭高校入り口停留場からは、二股川駅への路線バスも運行されている。 町の面積1.088平方キロメートルで町内には652世帯1495人が暮らす。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。